方、セレッソ大阪、コンカドルトムントと親善試合の可能性浮上。G 大阪が今回ドイツ一部のドルトムントと親善試合を行う可能性が高いことが22日分かった。すでに両クラブ間で話し合いが進んでおり、あとは細部を詰めるのみ。開催地は大阪で7月下旬を予定しているという。去年の PSG 戦のようにチケット代は高くなってほしくはない。一人でも多くセレッソ大阪ファンを増やしたいところ。香川にとってはフルス対決か。満遊に行ってなかったらもっとすごい選手になってただろうな。どれとやるのか。どっちの箱使うんだろう。やるにしたってよどこうでやってほしい。キャパが国立に劣ろうが紛れもないセレッソの誇るべきホームだし何より里だって見に来やすい。セレッソは香川つながりだろうけど、スキッペつながりで広島でもやればいいのに。まあやるとしたら関東のクラブともう一試合だろうけど。アホみたく高いチケットじゃなければ見てみたい組み合わせ。また高額シートばかり準備してメインスタンドとバックスタンドガラガラで、ゴール裏だけ客が入るんかな。フィンネルスもロイスもいるし楽しみだな。夏に二人が移籍しなければだけど、ドルトムントが CL 優勝して優勝トロフィー持ってきたら盛り上がりそう。見に行きたいけど、どうせチケット代高いんだろうな。フルスト対決ってことよりも去就がどうなるのか次第だけど、ロイスと香川が再会するシーンが見れると思うとジーンとくる。まだフィンネルスもいるやろ。ケイルが SD やってるし、胸熱すぎる。